はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はですね、まあブラックマジシャンっていう最強のモンスターをあのハーレム状態にさせるっていうデッキですね。このデッキね、ちょっとねランク戦で当たった人がまあこんなような感じのデッキ使ってて、まあビッグバネイトですね、まあいわゆるビッグバネイトなんですけども結構ね面白いですね。このブラックマジシャンっていう、まあ、ジンナビって言われているこの、まあ、動きをするにはやっぱこの9枚以外は何でもいいわけですよ、基本的には。で、じゃあ何と組み合わせるかと、ユーギ君はちなみに何と組み合わせましたか、ブラックマジシャンを。そうなんですよ、ブラックマジシャンガールなんですよ。だから今日はブラックマジシャンとブラックマジシャンガールを使って主人公ごっこしていくっていうデッキにプラスし、キャラクターがアンズちゃんで使えるんですね。これアンズちゃんで使うと何がいいかっていうと、このブラックマジシャンガール の新しいこの召喚ムービーがマジでエロい。これ多分ね18金かけた方がいいと思うね、この召喚ムービーに関してはっていう利点があるのと、あと、まあ、ふざけてるのはここまでにしといて、マジシャンガールズっていうこのスキルがありましてね、これ新しく強化されたんですけども、マジシャンガールモンスターの攻撃力がその数かけて300ポイントアップするっていう、なんか結構強めのね修正になりましたんで、これでベリーマジシャンガールとか、キウイとかレモンとかの打点がガンガンアップしていくと。でもちろんブラックマジシャンガールの打点もアップしていくと、まあそんな感じですね。で結集でね、この辺のキウイマジシャンガールを出していくと、キウイってフィールド上のモンス魔法使い族モンスターが全部呼吸と透かするっていうマジで強い効果を持ってるんですよ。だからこの辺の効果と、まあもちろんブラックマジシャンも結集で出せますから、まあこの辺の効果を使ってジンナビと、まあマジシャンガールのギミックを組み合わせて、主人公ごっこしていくと、まあそんな感じのね、デッキとなっております。はい、早速ね、やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、ユーマくんですね。よろしくお願いします、デュエルスタンバイ。まあ、オノマトランスだろうな。まあ、とりあえず、一回ナビゲートセットしとくしかねえ。これ、やれ、弱っ。弱すぎて、草。めちゃくちゃに弱いんだよ。どうしたらいい、これ。いやー、これ普通にシンプルにワンキルされるのは、でもナビゲートあるから一応ね出てこれるんですよね。なんかそのフリーチェーンで一応はドドドドはオッケー、オッケー。いや、これどうだろうな。これまあナビゲートのタイミングか、なんかそのコズミックサイクロンきつい、コズミックサイクロンはきつい、コズミックサイクロンはきつい。これもスルーするしかない。さあ、このナビゲートも除去されるようなもんなら俺はもう泣くぞ。番長、いいだろ、番長はいいだろ、番長はいい。フリーチェーンでなんかあるなと思って、ボルトーボルトー、まあ、そうないか、持ち蘇生ある。ブラックマジシャン特殊召喚していく。で、ブラックマジシャン特殊召喚して、これブラックマジシャンしかないね。これブラックマジシャン、ブラックマジシャンガールを見せつけたいところだけど、一体残ってくんねえかなっていう期待を込めてブラックマジシャンを出しておくしかねえ。で、ガガガコートいいだろ、ガガガコートの効果によって、グローブを特殊いいだろ、ボル、ボルト打ちすぎだろ、ふざけんなよ。ガガガボルトとかいうカード強すぎませんかね、あまりにも。はい、で、デッドリーシーン、これ俺死ぬのこれ、死ぬよ俺。デッドリーシーン、はい、除去する、なるほど、油断するな、いい、あ、なるほど、これ知らない、なるほど、生きた、生きたらでかいでしょ、かなり。生きたらブラックマジシャンが蘇ってくるのでかい。で、デッドリーシーン、なるほどね。とりあえずティマイオスのマナコを発動、ティマイオスのマナコの効果によってブラックマジシャンを変身させるぜ。ティマイオスの効果によって現れろ超魔王騎士ブラックキャバルリー。そしてベリーマジシャンガール召喚、ベリーマジシャンガール効果、キウイマジシャンガールをお手札に加えていくぜ。そしてバブル、いけブラックキャロリー、行きなさい。さらにベリーマジシャンガールの攻撃、かわいい、よし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 、いいぞ。これでお前は対象に取る効果を一回無効にされる。さあどうする、ユーマ。せいぜい考えることだな。
対象1回無効キウイマジシャンガールの効果でベリーマジシャンは打点が上がるし、ベリーマジシャンは対象もしくは攻撃対象になった場合、このそのカードを守備表示にして敵からなんかマジシャンガールモンスターを特殊召喚することができる。ちなみに今墓地でブラックマジシャンがいっぱいいるため、ベリーマジシャンの効果で出てきたブラックマジシャンガールの攻撃力がめちゃくちゃ高くなる。これが最強、これがガールムーブ。さあどうする、ユーマ考えたね。ガガヘッド、なるほど、ヘッド効果、墓地のガガガを特殊召喚できる。団長ガガが特殊召喚いいだろう。さあレベル4っていく。で番長も効果どういうぞ。さあめちゃくちゃいっぱい展開して何かする、何が起きるんだ。サンダースパークドラゴンとか入ってるとやばいか入ってるのかな、サンダースパーク入ってると結構やばいですね。さあどうするんでしょうか、ユーマ選手考えております、考えております。ユーマ選手ランク4でデッドリシーン出しても意味がないって考えてる。まあ多分あれ出すとしたらあれかな、エクスカリバーかな、4000パンチが結構回答ではあるね、この環境だとね、環境っていうかこの場面だとね。なんで、私はエクスカリバーが出てきた場合、厳しいんですが、バトルフェイズエクスカリバーないの、まあ心拍向いていけ。ベリーマジシャンガールの効果と、ベリーマジシャンガールの効果によってデッキからブラックマジシャンガールを特殊召喚、お願い力を貸して、ブラックマジシャンガールガードー三沢さんに怒られるのこれ、そいすえ3200やば、3200はやばい。さあお相手の方、行くぞユース、アンチョミさん今よろしくお願いします。3倍最近アンチョミさん全然使ってなくて、アンチョミのモノマネなんかやり方忘れた。さあナビゲートとプラマチ来んのはいいんだけどさ、このジンがないとさマジで何もできないんだけど、どうしたらいいこれ。モンスターを召喚、バジリウスね、はい、バジリウスといえばやっぱりあれだよ、あのハリーポッターと秘密の部屋で、ハリーポッターシリーズ実は俺めちゃくちゃ好きなんですよね。装備魔法発動あの今度は2022年だっけ、ハリーポッターのゲーム出るの知ってます。ハリーポッターのなんかオープンワールドゲームみたいなやつ出るらしいんですよね。やりてえなと思って、ハリーポッターめっちゃ好きだよ、全部見てるんですけど。装備魔法発動、あ一番好きなのはね、あのねやっぱね、見せてやろうな、モンスターを一番好きなのは、でも俺あれかな、あのアズガバンの囚人かな。アズガバンの囚人はあの原作を読んだからね、あの小学校か中学校かってたけど、クソどでけえど厚い本、分厚い本あんじゃん原作のハリーポッターって、あれ読んだからね。えと攻撃表示と勝ちじゃね、ブラックマジシャンガールを特殊召喚、ブラックマジシャンガールガルトエロすぎる、この召喚ムーブエロしすぎるだろこれ。これ R18 つけとけこれ。ターンエンド。私のターン。さあ私のターン。私を倒してみろ。これシンプルにぶん殴ったら勝ちなんだけどいいの？大丈夫？なんかコンボもクソもねえけど。これシンプルにぶん殴ったら勝ちなんですけど。ちなみにセレンの時間の効果をナビゲートで無効にするっていうことができますけど。だがこの瞬間。はい。リバースカードだ。ああ効果が欲しいな、なるほどね。いやそれ余裕で食べるけど、ナビゲートの効果発動、ちゃんとボイスあんだなこいつ。私の勝ちって言うぞ、聞いてろ、私の勝ちっていうあのクソ煽り文句。なるほど、これガチでうざいよねこれ。さあお相手の方って感じかな。10代くんの方ですね、よろしくお願いします。3倍寝癖がすごい方。私のターン手札から。さあジンナビ、これジンナビかましていくぞ。よし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 、これがおよそ最強ハンドよ。これ強くね、これ結構強いっしょ。さあベリーマジシャンガールの効果でキウイを手札に加えていく。ナビゲートセット、
ターンを終了していく。私のターンは終了よ。俺のターンか。ナビゲート2枚セットすべきか今の。ドロー。ナビゲート2枚セットするべきだ、一応。一応な。サイクロンとかあるかもしれないですね。コンバートコンタクト、なるほど。はい。コンバートコンタクト、なるほど。はい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 。フレアスカラベさんね。なるほど。フンコロガシさんですね。通称フンコロガシと言われています。彼は。フンコロガシと、モグラの共演ってことです、ね。コズミックサイクロン、やばい！くぬー、いやー、これ、完全にこれ、ミスったな。一応出しとくか。マジシャンズナビゲート。これ、ナビゲート2枚セット、まあでも、2枚セットしとくと多分、陣割られるんですけどね。まあでもナビゲートは2枚セットすべきだっていう教訓でしょう。ブラックマジシャンガールはガールなんでキウイがいるし、これは攻撃表示ガルトーすいません三沢さん、使用許可取っておりません。ネクストやばい。ネオスペースエクステンション、通称ネクスト。頼りにしてるぜ、出番だぜ。グランモール来た、でフレアスカラで来た、でネオスも来た。やばい、やばいこと起きてる。さあ3体のモンスターが特殊召喚されていく。めちゃくちゃ強いこれ。やばい、究極合体だ。モンスターを現れろ、エレメンタルヒーロー、マグマネオス。なに、つえやべえ、それはやべえ、それはやばい。じゃあちょっと待って、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 いくつなんだこれ、やばくない、8000。助けてー、ヘルプ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 です、ヘルプミー。脳みそ、いくつなんだこいつ。気持ちいい負け方だなこれ。